はい、ワドツ、おはよう。はい、皆さん、ワドツです。おはようっていうか、こんばんはか。2018年の6月7日、23時22分です。今回ね、ふわっちのポイント、のんちゃん、タバコあった。リスナーさんからね、俺もね、結構教えてもらったんだけど、ふわっちのポイントについてね、400円しか入らないっていう問題？還元率のバグなんだよ。ふわっちのポイントについてって解説していきたいと思います。これね、今ね、お知らせ見るとわかるんだけど、ふわっちポイントの不具合に関してっていう告知が、先ほど出てます。今23分なんで4分前ですね。本日16時頃、18時頃から23時にかけて、ふわっちポイントの計算に不具合がございまして、実際よりも少ないポイントで付与されておりました。ご迷惑をかけて申し訳ありません。現在修正が完了し、正常に戻っております。少ないポイントで付与されてしまった分に関しては再計算し付与させていただきます。ご迷惑をかけて申し訳ありませんが、よろしくお願いします、ということでね。でもさ、5割が売りなわけじゃん。50%入るっていうのが。それがね、さすがにね、40%になったらみんな考えるよな。ちょっと焦るよね。いや、大問題でしょう、これは。大問題。まあ、不具合だったっていうことで、一件落着じゃないかな。よかったよね。ふわっちのね、唯一売りは50%払ってくれるっていう好還元と、あとなんだろう。好還元とね、速金すぐ手に入るっていうところがね、売りだから。バカプレゼントありがとう。アイテムありがとう。それ配信者焦るわな。100円違うっていうのはね。予算の枠で戻ってた、立花さん。なるほどね。今ね、説明し終わったところだね。まあ、安心してアイテム投げてください。はい、解放お疲れ、こんばんは。みんなこんばんは。まあ、焦るわな。俺もちょっと焦ったもんね。卵味噌から連絡が来たんだよ。なんか、ワドどうしようっつって。卵味噌から。50%と40%じゃ、運転の差だかんね。100万稼いでる人がね、80万になるって話だかんね。でもね、おかしいなと思ったんだよ。俺は爆弾、バグじゃないかなと思ってて、なんでかっていうと、売り上げが上がってるのに、還元率を下げるっていうことはやらないはずなんだよね、多分。何完熟、いつだか知ってる？知ってるよ、明日。明日発表。明日受かってる人は、動画に合格っていう動画が出ます。で、多分合格者には運営さんからその後メールが行くんじゃないかな。ちょっとその流れは分かんないんだけど、とりあえず結果発表は明日っすね。それだけ覚えておいてください。気合入ってる？解放受かりそう？大丈夫そう？実際番組見てどうだった？解放。自分がいじられてるの見てどうだった？やっぱり受けは良かっただろ？言った通りだったろ？いじられるからネタ、写真使っとけっていうの間違えてなかったろ？
プロフィール丁寧に書くのはいいことだよ。プロフィールをね、ちゃんと書いてない人はね、やっぱね、いじり方がわかんないみたいになってたもん。今日もあとで2時間ぐらいしたら夜走りに行こうね。はい、こんばんは。メアリーラブいらっしゃい。ちょっと今日は雑談をまったりやりたい気分だわ。あ、直樹兄さん公開練習したね。公開練習始まったよ。見た？みんな。さっきツイッターにね、こう、やったんだけど。はい、ワードツ。履歴は残ってんのかな？履歴見てみようか。履歴残ってないかな？履歴残ってない。やるの遅いと思った。履歴が残ってないね。まあまあ、相手の動きはオーソドックスだったかな。サウスポーだったかな。リスナーさんがパッて教えてくれて、やってるよっつって、ありがとうっつって。こういう時ね、ありがたいよね。配信外でも教えてくれるのありがたいよ。今度日曜日またトレーニングするって言ってたね。カメラのね、質、さすがですね。良くなってます。カメラの問題じゃないんだけど、実はカメラを変えてるんじゃなくて、回線のね、帯域って言ってデータ量を多くしてます。だから画質はすごく綺麗になってるはずです。サブカメラも使ってるよ。カメラ2発で僕はやってますね。正解です。さすがですね。気づいた。素晴らしい。さて、皆さん、今日は何について熱く語っていこうか。なんか気になる話題とかあったらバンバン振ってください。還元率はね、下がってないですよ。還元率は下がってないっす。バグですね、簡単に言うと。バグバグ。OBS について聞きたい。OBS のどの辺について聞きたい？OBS。まあじゃあ今日はソフトウェアの使い方とかその辺を話しようか。配信について。バンバン質問して。OBS の何が気になるのか。じゃあ始めましょうか、授業。まず俺のこの5年間、OBS とか、まあ、配信についていろいろやってきたんだけど、その辺について話そうか。いいね。いい議題だね。よいしょ。配信者も多いからね。さて、じゃあやりますか。見えてるかな？まず、じゃあ配信についてなんだけど、そうだね。配信。こんな感じでいいか。
まあ、一個議題があったんで、行きましょう。高画質配信について。で、まず、一番最初に覚えておいてほしいのは、絶対に上手くなります。だから、問題定義としてね、何が、自分はどんな配信がしたいのか。これを明確にしてください。これが明確じゃないと、意味がないです。もうね、自分はどんな配信がしたいのっていうのを明確にするっていうことが大事です。はい、経団連は凸。で、例えば、ゲーム配信をするのか、雑談なのか、ゲームなのか。あと、どんなジャンルがあるかな？スポーツなのか、音楽。これによってね、配信の方法は変わります。で、何がね、具体的にね、どう変わっていくのかっていうのは、まあまあ質問を受けながら話していこうと思うんだけど、まず、ジャンルがいろいろあるから、これを明確にすることね。OK。で、よいしょ。でだ。配信っていうのはどういうふうにできてるのかっていうのを考えましょう、一緒に。まずね、カメラの性能要素。カメラの性能が、自分のカメラの性能がどれくらいなのかっていうのと、リスナーさんの、リスナーのにするね。リスナーの、視聴環境。それから、カメラの性能、リスナーさんの視聴環境、それから、データ量。これがね、高画質配信に必要なものです。簡単に言うと、カメラの性能が、カメラ、ウェブカメラってあるでしょ？こうやって。ウェブカメラ。ウェブカメラの性能は、4K っていうのを出せるするじゃん。4K。これが今多分ね、すごく有名な企画なんだけど、4K ってどれくらいさ、綺麗な映像か知ってる人いる？この中に。4K 画質ってどれくらいかっていうと、4K の解像度ね、確かね、これか。見てみましょう。フルハイビジョンとかブルーレイっていう企画の倍なんですよ。いる？ これをよく分かってない人が多くて、SD って言われてるのが DVD の企画がこのサイズなんですね。で、DVD と比べると、ブルーレイっていうのはこれくらい大きく出せるんですよ。だから、簡単に言うと、その倍。上にも倍、下にも倍、綺麗な画像が映ります。で、4K っていうのは DVD の4倍なんですよ。これさ、配信でいる？いらないでしょ、結論から言うと。
なんでかっていうと、今、俺らが放送で見てるのって DVD よりも下の画質なんだよ、実は。わかる？要は、フルハイビジョンとか、テレビのハイビジョンよりも下の画質で出力してんの。だから、簡単に言うと、この 4K カメラっていうのは必要ないです。OK？ エルビン、ここまで OK？ 俺は今 4K のカメラ使ってるんだけど、ここまで必要ない、カメラ性能は。で、今度リスナーさんの視聴環境っていうのは、さっきも言ったんだけど、DVD 以下の画質。だって DVD よりも大きい画面で見てるでしょ。手のひらに収まるぐらい小さい画像で見てるでしょ。パソコンで見てる人はもっとでかいと思うんだけど。でしょ。だから、簡単に言うと自分の持ってるカメラ性能っていうのがあるじゃないですか。このカメラ性能とリスナーさんの視聴環境に合わせてデータ量を調整するっていうのが、俺らに必要な技術なんですよ。わかる？で、リスナーさんの視聴環境っていうのは大体なんだけど、これくらいだと思ってください。640×360 これピクセルっていうんだけど、俺はこれくらいで十分だと思ってる。俺はこれの一回り大きいサイズなんだけど、これ何かっていうと16対9っていうアスペクト比なんですね。16対9。この16対9の倍数で決まるんだけど、一番有名なのは、1280×720。これも16対9なのね。なんだろう、配信の途中で止まったな。なんでだ？今見えてるのかな？今見えてる？なんだろう。今見えてますか？なんだ？止まったな。今見えてる？みんな。見えてるっぽいよね。なんかごめんなさい。僕の問題じゃないです。落ちました。まあ話を続けようと思うんですけど、配信ソフトの高画質についてっていうことは、実際さんからの質問ね。これは全部16対9のアスペクト比ってやつなんですよ。用語をね、ちゃんと覚えていかないと、サイトとかのね、何が書かれてるかわからないと思うんで、ちゃんと、用語も覚えてください。アスペクト比。あ、間違えた。見えてる？ありがとう。なんかね、勝手にプツって落ちたよね。これがアスペクト比ってやつです。OK。で、簡単に言うと、あ、ありがとうございます、直拓さん。いらっしゃい、楽しんでってください。まあ、これで話をしよう。アスペクト比が16対9で、これピクセルね。これは数字はピクセルになります。これをね、いじっていかないといけないんですよ。ピクセルね。OK。 ここまで OK ですか？アスペクト比は16対9。要は、縦幅横幅っていうのが16、横幅が16に対して縦幅が、9になるっていうのがアスペクト比。で、これがスマホの一般的な規格だから、今これに全部スマートフォンとかパソコンとかも全部これに近いようになってます。
で、その中でピクセル数っていうのをリスナーさんの視聴環境に合わせるので、まあ一般的に言うと 640×390 のから、高画質配信って言われてるの1280720っていう、まあこの辺の比率ですね。OK でしょうか。くるくるする？くるくるする？ん？くるくるする？くるくるしますか？なんだろう。くるくるする。なんだろうな。くるくるしてる。なんだろう。みんな見えない？重たい。重たい。なんだろう。どう？くるくるしてる。してない人もいる。してる人もいる。参ったね。どう？重たい？何なんだろう。みんなどう？どうですか？ダメ？レスポンスがないと分かんないな。今大丈夫？治ったかな？大丈夫？治った？治った？じゃあ続けますよ。で、まあ何がやりたいのかっていうことなんだけれども、リスナーさんのカメラ、まあ高いカメラを買ったら、リスナーさんの方に高画質になるわけじゃないんですよ。わかる？だからみんな高いカメラを買ったら、画質が勝手に上がると思い込んでるでしょ。それは罰です。罰です。カメラを買って、どのアスペクト比で、このスペックで最高で出すのか、このスペックで最高で出すのかによって、話は違います。これね、単純に、640と360、これどっちが高画質だと思います？640とこの1番と2番どっちが高画質だと思う？みんな的には。生放送ね。生放送に限ったことを言えば。640と1280どっちが高画質になるか。答えを言うと、640でも1280でもどちらでも高画質になるんですよ。簡単に言うと、640を最高の状態で届ければ、最高の状態届けると。で、1280を最低の状態で届けると、640の方が綺麗なことっていうのがあるんです。ただ、640をフルで出して、1280をフルで出したら倍の差が出ます。だから、ピクセル数、このピクセルのアスペクト比はこの比率で、ピクセル数が倍になったとしても、一概に皆さんのところに、綺麗な画像が届くとは限りません。で、さっき言ったリスナーさんの視聴環境に合わせることが大事だって言ったんだけど、この2つがフルスペックで最高の速度で出したら、こっちの方が、1280の方が倍綺麗に映るんですけれども、簡単に言うと、リスナーさんのデータ量も倍になります。つまり、
重たくなるんですよ。これがよく言われてるプツプツとか見づらいとかいう状態です。要は速度が遅くなるんですね。だから配信をやる上で一番大事なのっていうのは、快適な速度で高画質を出すっていうのがミソになってきます。 OK でしょうか。でそこにフレーム数とか、今度フレーム数の話か、 FPS っていう概念が入ってきますね。 FPS、 次の概念は FPS ね。FPS、 これは何なのかっていうと、フレーム数、簡単に言うと1秒間に何個の映像を映すかです。よくさ、みんなさ、スローモーションカメラっていうの見たことあるでしょ。あれって簡単に言うとフレーム数が多いだけです。要は1秒間に30枚っていうのが普通の規格なの。映画、昔の映画とかだと1秒間24枚とか、アニメーション何枚だったっけな、アニメーションはね1秒間に8枚だったかなっていうように、1秒間に何個こうフレームを出すかっていう。でこれが多ければ多いほどヌルヌル動きます。ただこれも数が増えれば増えるほど、FPS が増えれば増えるほど重たくなります。デスクトップが欲しいのですが、 CPU、 グラフィック、メモリのどこを見て買った方がいいですか？容量はどこに当たるんですか？まず CPU が高い方がいいです。グラフィックは簡単に言うと、見る方なので、グラフィックじゃないですね、 CPU がまず高負荷なんですよ。 CPU がだから、とりあえず CPU は高めのものを買ってください。でなんでかっていうと、ブラウザを2つ起動して、今ペイントっていうアプリを使って、でさらにフワッチコメントビュアーで OBS、 つまり 1,2,3,4,5、 最低でも5個のあれを使うんですよ、ソフトウェアを。だから CPU がパンパンになると止まります。グラフィックボードっていうのはエルビンさんが見る方の質なので、僕だったら CPU とメモリが高いければ高い、特に CPU が高いものを買いますね。はい、普通の基準はどの数字なんですか？難しい。っていうのも年々良くなってってるから。だからそれはもう、良ければいいほどいいっていう。難しい。だからもう1年後2年後で変わっちゃう概念なんで、それは電気屋さんに聞いてください。電気屋さんにお願いします。OK、 あとは何か聞きたいことありますか？なければこの話を終わりにしたいと思います。大丈夫？質問ない？ OK、 はい、ぶっちゃけた話を言うと、普通の雑談をやるんだったら別に普通のスマホで十分です。 iPhone で十分です。画質が上がるからってリスナーが増えるわけじゃありません。ほとんどの配信者スマホでやってるでしょ。だから別に OBS 使うから人が増えるわけじゃないんですよ。そこもね、忘れないでね。3倍目ヒカルくんなんかずっとスマホだからね。要は機材が良くても別にリスナーさんが増えるわけではない。
で、例えばなんだけど、カメラを高くする画質がいいかどうかっていうのは好みの問題になってきて、実はこれ 4K のカメラなんだけど、すごい低い、さっきの640っていう低い画像で出てるのよ。で、そうだな。例えばコントラストをこういう風にするのが画質がいいなのか、まあ、こうするのがとか、そういう細かい設定を覚えていかないといけないんですよ。明るさはこれくらいがいいのか。だからこれを見た時に画質いいですねって言わないでしょ。言わないでしょ。見づらいでしょ。だから、画質、カメラの映像が綺麗かどうかっていう概念と、うまく画像を作れてるかどうかっていうのは、実はあんまり関係がないというか、いいカメラの方がいい出力は出せるんだけど、センスがあるかどうかっていうのはまた別問題なんだよね。全然変わってくるから。だからね、そこは難しいよ、やっぱり。それは、いい機材を使いこなせてるかどうか。カオスこういうことよくやるよね。団子さん、こんばんは。こういうふうにね、いろいろ遊べるわけなんで、ぜひね、自分の機材を使いこなしてください、皆さん。自分のパソコンの最高の状態をリスナーさんに一番軽い状態で届けると。これが配信ですね。俺はこういう映像が好きだ。はいはい、パルちゃんいらっしゃい。団子さんもサムネがね、どんどん変わっていくよね。一番最初の頃はね、この Mac で配信やってました。MacBook でやってましたよ。これでやってました。パソコンですね、僕は。ただ、外配信をやることを考えたら、Windows の方がいいですね。これは、なんでかっていうと、外配信、アルミボディなんですよ、これが。だから、夏場とかね、沖縄とかね、直射日光でオーバーヒートを起こします。要は空気を抜いたり冷却するのに向いてないんですよ、 Mac のデザインが。だからエアコンガンガンに効いてるね、オフィスで使うように作られてるんで、熱暴走を起こして大変でしたね、 Mac で配信するのは。僕はおすすめしません。外配信をやるのであればとか、長い目で見たらレッツノート買うのが一番いいんじゃないかな。ゆいがとつの時は、リスナーさんからもらった古いレッツノートですね。中古のレッツノートです。まあ、レッツノート買っときゃ間違いないって言われてるかな、配信会では。レッツノート以外使ってる人はあんま見ないね。まあ、新八丁もレッツ、エミさんもレッツ、みどりさんもレッツ、俺もレッツ、どれさんもレッツ。まあまあ、レッツだね。どう考えても。もう選択肢一本だろうって言われてるぐらいだから。で、今でも、この配信もレッツノートでやってますね。
うん、ありがとう。相手もありがとう。ペンペンはどっち？まだ走ってないよ。今、携帯電話をね、充電してます。これから走るよ。携帯の充電が終わったら。まあ、2時間後、3時間後にバーッと走ろうかなと思ってますね、僕は。なんか塾見てくれたの？ああ、よかった。嬉しいな。面白かった？いや、そう言ってもらえるのが一番嬉しいですね。ぜひ、チャンネル登録もよろしくお願いします。一緒に走るつもりだった？ そっかそっか。いや、結構きついよ、天下さん。うん。今、携帯のスマホの充電中。走っておいでよ。30分ぐらい。ちょうど俺は32分で5キロだね、今のタイムは。ノンストップで走って、35キロで2キロかな。あ、じゃあ5キロ。5キロ、時速計算してみようか。どれくらいのペースで走ってんだろうな。ロードワークってどれくらいで走るのがいいんだろう。見てみようか。時間は32分で、メートル、キロで言ったら5キロ。計算。時速9.3キロで走ってるね。時速9キロか。これって速いのかな？遅いのかな？どうなの？時速9キロ。9.3キロ。どうなんだろう。速いのかな？ステゴロ間近に弾丸塾大丈夫か？いやー、ハードスケジュールだよ。忙しいよ、ほんと。でもやるんだよ。でもやらないと。
一緒が良かった。じゃあ2時間後に走ろうよ、一緒に。2時間後、3時間後、一緒に走ろう。用意しといて。ロードワークって、ロードワークスピードで計算してみようか。ロードワーク時速どれくらいでやるのがいいんだと、いいんだろう。時速9キロだからランニングなんだね。この辺の間ぐらいで走ってんだ。そうだね、時間一緒に合えばね、今度一緒に走ろうね。朝も走ってるんだ、天下さん。体重が75キロ。ランニング32分。消費カロリーを計算する。336キロカロリー消費すんだ。ランニングって結構カロリー消費すんだね。すごいな。今便利にパッと出るよね。ランニングマラソン。あ、これがあるじゃん。これじゃなくて、ランニング 9.3 だから、これが近いのかな。これが一番近いわ。もう一回計算してみるわ。32分。あー、全然だよ。747。結構、あ、結構カロリー消費してんだね。すごいね。あ、違うわ。これをチェック外さないと。カロリー計算。441キロカロリーか。あ、これはきついわけだわ。こんだけ運動してたら痩せるわな。あ、これはすごいわ。はあ、はあははあ。面白いね。ペンペンは何、誰見て面白かったの？ダンカン塾は。俺は一番面白いなと思ったハイライトは、あの、まさかのパトラッシュさんいじりが面白かった。パトラッシュさんがいじり倒されてるのは最高だったよね。
私もパトさん、やっぱりそうか。ねえ。面白いよね、パトさんね。の写真はずるいよな。ドレさんは何をするのか。何をするのかって、あれでしょ？ダンカン塾でしょ？何をするのか決めるのはダンカンさんだよ。ドレさんが何をするのかを決めるのはダンカンさん。だから、まだわかんない。正直どうなるか全然わかってない、俺らは。どうしようっていう。まあ、脱落者相当出るんじゃないかな。おい、よいこさんいらっしゃい。ワドさんの配信者って何？ワドさんの配信者？ああ、いや、まあまあ、5年もやってればね、5年もやってれば大体どの人がどんなことやってるとか、どのポジションかっていうのはわかるから、別に俺じゃなくても長い人だったらわかると思うよ。っていうか、まあだからリスナーさんも詳しいじゃん。まあ内容知ってるけどいいの？ネタバレして。ダンカンさんが何やるかって。いや、番組でも言ってたけど、いやだから、歌舞伎町に降りつくって、ほなちゃんを24時間ぶち込んでおこうとか。で、ひどんな見たら、いや、ひどんなとほなちゃんを檻の中に2丁目にぶち込んでおこうとか。あと何言ってた？あと野田総理の国籍変えられるって言ってたりとか。まあ、みどりさんに名前変えようぜって言ってたりとか。もう、まあまあ、そういうことでしょ。要は。何を振るっていうか。だから人を見て振るんだと思うよ。ダンガンさんが「君はこれやった方がいいよ」って言って、それができるかできないか、ただそれだけだと思うけど。まあ、俺の予想はね、そっち側よりもね、ダンカンさんが多分感動して泣くんじゃないかっていうのが 結構期待してるところかな。ダンカンさんって結構優しい人で感情的な人だから、で、めちゃめちゃ人を可愛がるの、後輩とかを。だから家とか、なんか今ね、息子さんと二人暮らしをしてるんだけど、毎日ダンカンさんがご飯作ってて、で、虎太郎さんっていう息子さんがいるんだけど、毎日知らないおっさんがいるんだって。従わなかったら従わなかったで、別に離れればいいんじゃんと思ってる。茶番出てほしいよね。従うかどうかじゃないから いや、別に従わなかったら企画にそもそも合ってないから出るなよって話だ。まあ、そういう人はふるい落とされるでしょ。だからまあ最後なんかね、卒業するときに感動の涙とかあったらいいなぁなんて思ってるけど。なんか笑いなのに泣けるっていう。なんかそれが理想かな。ダンカンさんはね、結構感情的な人だね。泣いたり怒ったり、激しい人だね。
だから知らない人とかもバンバン家に泊めて、よく誰ってなってるらしいよ。なんかもう本当に変なおじさんとか泊まってるんだって。まあまあ辞退したら、ダンカンさんなんて言ってるかっつったら、辞退するやつ絶対出てくるから、そいつの家に乗り込もうぜって言って、スタッフが困惑してる。え？みたいな。っていう状態今。どうせあれだろうって、サボるやつとか出てくるんだろうって。はい、出てきますね。じゃあ乗り込んじゃおうよって。立川行こうよって言ってたよ。 なぜ立川なのか面白いよね。乗り込んじゃえばいいんだよっつって、説教しに行こうぜって言ってた。あ、結構面白くなると思うよ。いやー、もうすごいよね。だからもう、なんつうんだろう、プライドが高いとかなんだとかじゃなくて、もうただの芸人さんっていう感じ、俺らからすると。面白ければ何でもいいっていう感じ。ハマらなかったら俺の企画ミスでしょ。だってもうがっつり仕事してるわけだから、もうぶっちゃけた話も結構ガンガン採用されてるもん、自分の案とか。で、俺は自信あるの、みんなが笑う。後々こう、ああ、すげえいい仕事したねっていうように言ってもらいたいから、10年後とかに。結構頑張ってるよ。結構なんか今のところいい感じに進んでるから、俺としてはやりがいあるかな。なんか生まれてきてよかったなって思ってるね。だから後にね、ダンカン塾であいつ構成やってたんだよとか、スタッフやってたんだよって言われるように頑張りたい。えって、ダンカン塾で構成やってたのとか、企画やってたのって。そうだね、俺は面白い人を、自分が面白いタイプじゃなくて、面白い人を発掘するのは得意だから、そういうタイプだから、演者よりも向いてるかもしんないよね、裏方には。まあ、これで滑ったら滑ったで、まあ、俺の笑いのセンスがなかったとかさ、まあ、企画が悪かったとか、なんか準備まだ早かったとか、配信者使うのはとか、いろいろ勉強になると思ってて。こういうスキームがないじゃん。配信者と芸能界のコラボレーションっていうのが今までなかったから、ここに先手打てたっていうのはでかいかなと思ってる。だって半年前にさ、半年前の段階で配信者とたけし軍団のダンカンさんがコラボするよって言ったら誰も信じないと思うよ。何のメリットがある？いや、だから面白いことやりたいだけ。だって面白くない？ダンカンさんの番組の裏方ができるっていうの面白くない？メリットない？俺普通に面白いと思ってやってるけど、メリットないのかな？逆に俺はメリットしかねえと思ってるけど。人にやらして何ってどういうこと？人にやらして何？ごめん、日本語がわかんない、パルちゃん。人にやらして何？ゆっくりでいいからちゃんと書いて。自分でやらないとって自分でやってるじゃん。 自分でやってるじゃん。新やっちはタイミング悪かったね。エントリーしてもらいたかったけど、まあタイミング悪かった。
まあこればっかりはしょうがないよね。タイミング悪かったな。やっちょはね、出てよって言ったら絶対出てくれたよね。俺もそんな気がするもん。やっちょいるといないとじゃ全然違うもんな。まあ、逆か。やっちょが出るって言ってこういう事件になったら 余計危なかったか。ある意味運がいいのかも。ん？プロダクション契約しとかないと和道にメリットがあるの？ん？どういうこと？パルちゃん。え、誰が誰とプロダクション契約すんの？どういうこと？誰が誰とプロダクション契約をして、俺にメリットって何？全然意味わかんないんだけど。まあ、やっちょは、勘がいいから、絶対来てくれたと思うよ。誰と誰がプロダクション契約すんの？ごめん、ちょっと何言ってるかわかんねえわ。まあメリットデメリットってシンプルだよ、パルちゃん。俺は楽しいことやりたいんだよ。楽しいこと。楽しいことをやるだけ。ただ。楽しみたいんだ。なんかでもちょっと恥ずかしいなと思ったのが、配信者のリスナー側がなんか金ギャラは出るのかとかさ、なんか利用されてるとか、そういう小さい話ばっかりしてたけど、ダンカンさんサイドとかスタッフさんサイドは面白いものを作りましょうしか言わないのが恥ずかしかったね。だから配信会ってダメなんだよって思った。もうさ、番組作ってる人はいかに笑わせるか、いかに面白いことやるか、いかに運営がうまくいくか、番組が面白くなるか、もうずーっと話し合ってんの。熱く。ずーっと話し合ってるのに、片や配信者はギャラが出るのかとかさ、なんか俺らは利用されてるとかさ、そういうネガティブな発想ばっかりだったでしょ。あ、ここだなと思った俺は。プロと、そのアマチュアっていうか、その、自分がいい思いするかしか考えてないのと、周りを笑わせに行くかっていうさ、そこはね、結構ね、俺はね、当事者ながら恥ずかしいなと思ったよ。これは変えていかないとなっていう。いや、恥ずかしかったよ、本当に。だって自分の保身しか考えてないやつばっかりでさ、片やさ、もう片方の同じ手組もうぜって言ってる方がさ、面白いことばっかり考えてるんだよ。こりゃやっぱプロと アマチュアじゃ差がつくなっていうのは思ったよ。道楽でいいじゃん。俺ら道楽で飯食ってんだから。遊びで飯食って何が悪いんだよ。いいじゃん。道楽で飯食って。最高じゃないか。いや、はっきり言うよ。
はっきり言うけど、配信者で月5、60万稼いでるって、芸能人ってそんなにギャラもらってないからね。みんなが思ってるほど芸能人ってギャラ高くないよ。俺、この前のライブで聞いたけど、吉本の芸人さんが番組出演して何割かとか全部聞いたから、みんなが思って、っていうぐらいギャラ低いよ。だから売れない芸人さんと配信者の方が下手したら稼いでるよ。全然稼いでるよ。だから生活水準じゃなくて、もう心構えのさ、完全に 完全に心構えが違う。そこに手を突っ込んできた。だからいつも言ってるんだけどさ、ダンカンさんが手を突っ込んだわけじゃないからね。ダンカンさんが手を突っ込んだわけじゃないじゃん。なんかだから、俺らの場所が荒らされる、シャバを荒らされるっていう。俺だから便所さんの志の高さは俺は大好きな。だから捨て頃格闘技界に乗り込むぞとか、風穴開けるぞとかさ、なんかやってるじゃん。いろいろと。配信だけの活動で収まらないで、ライターの活動とか、イベンターの活動とか、いろいろ手広くやってるから、トゥクトゥクとか、映画の俳優とか、エキストラとか、俺はだからかっこいいなと思う。何でもトライするじゃん、便所さんって。あれはすごいなと思うよ。楽しいことなら何でもやるって。見習わないとね。で、スタッフさんも言ってた。便所太郎さん意外で、全部、返信が丁寧なの便所さんだって言ってた。だからそういうとこも見られるんだよ。あ、便所さんって礼儀正しい人なんですねって、キャラに似合わず。全部敬語で、丁寧に毎回返信するの便所さんですねって言ってたよ。無理って考えたら何もできない。便所さんは自分のできることとやりたいことを優先するから。いや、見た目怖いけど、やっぱ礼儀正しいよ。だってあれだよ、捨て頃とかのメールとかも全部敬語で来るよ。偉いよ。
どれさんには悪いけど、同じ格闘好きなのに大きな違いだなと思うことある。ふんふんふん。モグゴリだって雇用を生み出してるわけだから、俺はね、お金が生まれるっていうのはいいことだと思ってるから、基本的に。無料で何かをやるっていうことは、趣味っていう考え方なのね。で、お金をもらうっていうのはどんなことにせよプロっていう考え方で、で、マーケットがでかくなるとか、一般的な市場に打ち出していくためにはお金は発生しないとダメだと思ってんの。だから今日もね、昼間ね、七原くんについてコメントを言ったんだけど、七原くんはこうだよって言って。だから、なんていうのかな。お金を、無料は正義でお金は悪っていう考え方は、そんなの通用しないよっていう。仕事としてやらないとね。大人だったら。お金を稼ぐってことはさ、お金払ってでもそのサービスを受け取りたいって思ってくれる人がいるから成り立つわけじゃん。それは素晴らしいことなんだよ。だから、漫画村が潰れてさ、漫画村ってね、広告効果があるだとかなんだかんだって言ってたけど、漫画家さんが昨日ツイートしてたよ。漫画村が潰れてから売り上げが倍になったって。有料コンテンツの。これでエアコンの修理ができるって言って喜んでたよ。だから結局、ただで何かを見るとか、ただで何かをするっていうのが、いいことだ、いいことだって言ってるけど、困る人がいるんだよね、結局。コンテンツを一生懸命作ってる人からするとさ、ただで見られても何にもならないのよ。で、ただで見るんだったら私買わないとか言って、そもそもただで見てる時点で買ってないんだよ。でしょ？ただで見るっていうことは買ってない。だから、買うっていうのはちゃんとお金を払わないと買えないんだ。はい、こんばんは。ただで見れる環境で何を言ってる？何の話？どうしたの？
生ポもらった上に催促受けてるのによく言えますね。生ポもらってた人は何か発言しちゃいけないことがあるって俺思ってないけど。アジュさん。差別主義者ですか？あなたは。生活保護を受けていた人は発言してはいけないことがあるっていう差別主義者の方ですか？音楽も漫画も作り手の大変さや苦労を知ってればただで見ようと思わない。奴らはそれは分かってない。だろうね。いいんだよ、こんなんほっといて。どうしようもねえんだから。いいの、いいの。だって全く関係ないじゃん、生ポの件とさ。俺が生活困窮してたこととさ、アイテム、漫画とかを無料で見ることと何の関係性があるの？全く関係ないでしょ。頭悪いんだよ、だから。ただ生ポ叩きしたいだけだよ、こいつは。差別主義者だよ、差別主義者。はい、ワドツー、フクロウさんいらっしゃい。楽しんでって。こういうさ、クソみてえ、アジュみてえな、クソみてえなやつがいるからさ、生活保護を誤解されてんだよな。そうだよ。生まれた時から税金払ってるわけなんだからさ、義務果たしてる人は権利を行使していいんだよ。日本人だったら誰でも受け取れるサービスなんだから。そのために国がね、税金を徴収してるわけなんだから。はい、こんばんは。師匠いらっしゃい。お前は何にも分かってないから叩いてんだろ。なあ。お前、電話かけてこい、じゃあ。全部話してやるから。話せねえんだろ。お前の都合のいいように解釈してさ、都合のいいようにさ、勝手に捉えて歪めた情報をさ、なんで俺が説明しないといけないんだよ。バカすぎるだろ、お前。お前が調べもしないで勝手に叩いてんだろ。だから、電話で話してやるから電話かけてくれ、いいじゃん。もし話してんだったら。な、調べもしねえでよ。勝手なこと言ってんじゃねえよ、バカが。胸くそ悪いな、本当に。本当だよ、ペンペンさん。もうバカには何言っても分かんないんだよ。はい、こんばんは。
ねえ、蒸し暑いよね。わかるわ。夏だよね、完全に。完全に夏。暑いよね。ムシムシするもんな。ニンニンありがとう。風船ありがとう。サンキュー。はい、お疲れ。風船99個ありがとれだけのアクションしてこんな閲覧とアイテムだぞ。何が問題あんの、パル。何？ 86 人見ててアイテムもらって何が悪いの？何？気づきなさいって。めんどくせえな。お前関係ねえじゃん。お前が俺にアイテムくれたことなんか一回もねえんだからよ。畳のやつほどずうずうしいかんな。ほんと。何が言いたいの？何の問題もないじゃん。俺とリスナーさんが楽しんでやってんだから。お前に何の関係があんだよ。俺が稼げてないことと、俺が閲覧86なこと、お前に何の関係があんだよ。言ってみろよ。何の関係があんだよ。なあ。言えよ。何が問題あるんだよ。お前ら少ねえ時しか来ねえじゃねえかよ。閲覧集まってる時別にとやかく言わねえだろ。俺が困ってるんだったらいいよ、別に。アイテムくれって。閲覧欲しいって。別に両方とも言ってねえじゃん、俺。楽しく過ごしてんだからほっとけよ、バカが。ゃあおめえが補填すんのかよ。なあ。おめえがじゃあアイテム投げたことあんのかよ、パル。ねえだろ。何の関係があんだよ、俺と。ないだろ。全然。突っ込んでろよ、バカが。ハンニバルいらっしゃい。ありがとう、やぴぴ。あ、ありがとうございます。杉田ダンバクさん、ぜひぜひ、弾丸塾の公式の方もチャンネル登録よろしくお願いします。多分明日のね、昼以降に結果発表の動画流れますんで、もしよかったら弾丸塾のツイッターとチャンネル登録していただけると嬉しいですね。ありがとうございます。喜んでいただけたら嬉しいですね。わざわざ自分の放送まで来てくれてありがとうございます。ありがとう。ニンニー、花火ありがとう。のりこ担ぎ出して配信者の反感買ってオワコン？何を言ってんの？のりこ担ぎ出して配信者の反感買ってオワコン？だから、俺が別に終わろうが終わるまいがお前に関係ねえだろ。なあ、俺は楽しみてんだよ。で、別に、
いつも言ってるけど、ここをフォローしてくれてる人とか、俺のファンのための放送なんだよ、ここって。気に入らねえんだったら見るなよ、まず。お前が俺のな生活とかを担保してるんだったら100歩譲ってわかるよ。なんでお前の言う通りに生きなきゃいけないの？ねえ、お前俺の親か？俺の生活の面倒一回でも見たことあるかねえよな。俺が好き勝手生きててお前になんか影響あるねえよな。俺と俺のファンたちが集まって楽しくやってんだよ。で、それが不服だったらどっか行けっつってんの。わかる？俺ら全然困ってないから。楽しくやってるから。稼げてるから。こうやってニンニとかに花火いただいてるから。ほっとけば？なんか迷惑かけた？うん。いや、いいです。別に投げなくて。うん、そんな汚え金。うん。ここを普通に面白いと思ってる人が投げてくれてんの。お前の面白かったら投げてやるよっていう態度がつまらねえんだよ。みんな楽しみに来てるんだよ。楽しむ気がないんだったら去れよ。なあ。楽しむ気がないやつを楽しませるなんて無理なの。楽しむ気がねえんだったら他行け。うん。別に困んねえから、俺らは。楽しくやってんの、リスナーさんと。だから投げてやるっていう態度が、もう不満がある、俺は。うん。投げてやるよっていう態度が不満があるから。別に投げなくていいよ。うん。面白いと思ってくれてる人が今支えてくれてるから、俺はその人たちを大事にするから、とことん。お前みたいな上から目線で偉そうな奴がいらない。いいよ、別にどれさんに詐欺師だのなんだの言われたって。俺より収入低いからやっかんでるだけだろ。ワドさんのパトさんの解説に爆笑した。ていうかパトラッシュさんいじられてて面白かったよね。ほんとほんとやだよね。うん。あ、お茶飲んでればか治るってね。ずっと言ってるっていう。うん。いや、実際パトさん面白い人だからね。パトさん注目浴びたよね。だってプロフィール欄面白かったもん、パトラッシュさんの。あのよ、パルちゃんよ、勘違いすんなよ。俺、お前に頭下げて物乞いなんかしてねえから。うん、投げてやるっていう態度がムカつくわ。ただで文句言われる筋合いねえんだよ、こっちは。プライド持ってやってんだよ。なあ。そんな態度だったら、他行け。そんなにどれが面白いんだったら、どれの放送でも見てろ。全然困らねえわ。俺は普通に楽しみに来てくる人を楽しませて。で、面白かったらチップもらってそれで終わりだよ。うん。親友じゃないよ。うん。ライバル、ライバル。俺は配信者同士で友達だよねっていう関係っていうのは俺はおかしいと思ってるから。俺は配信者の友達を作りに来てるわけじゃないのよ。うん。
いや、23日は、便所太郎さんのツイキャスだね。便所太郎さんのツイキャス。本当だよね。ペンペンね。クソうざいよね。うん、よろしくね。あ、来ちゃった夏。いらっしゃい。楽しんでて。嬉しいよ。来てくれてありがとう。タダミのやつになんで文句言われねえといけねえんだよな。黙って見てろよ。手頃の賞賛。いつも言うんだけど、いや、ピピさん、あのこれ本音ね、結果がわからないから試合やるんじゃねえのっていう。勝つか負けるか俺ら神様でも預言者でもねえじゃん。でシンプルなんだよ、どっちが強いのかわかるためにやるわけじゃん。だから賞賛わからないよね。わからないからやるんだよね。わかる。賞賛はわからないよね。どっちに転ぶのか。いや、愛の無知とかじゃねえんだよ。俺嫌いなんだよ。人の足引っ張るやつ。人の悪いところばっか指摘するやつ。お前の生き方どうなってんの、パルちゃん。なんで、歪んでるの？歪んでるの？愛されなかったのか？誰からも。友達いねえのか？なあ、人の悪いところばっかり目につくんだろ？かわいそうだよ、お前の生き方。ずーっと周りにお前のこと褒めてくれるやついなかったんだろうな。なあ、本音で話せるやついないんだろうな。お前は本音で心割って話してるように見えねえよ。俺嫌いなんだよ、正直。あの、負のオーラまとってるやつ。何でもかんでもマイナスに捉えて。俺いらねえんだわ、そういうやつ、周りに。かっこ悪いから。いや、本気でやるよ。勝っても負けてもっつうか、勝つためにやるし、本気でやるよ。俺はお前に危害加えねえよ、パル。お前の生き方なんか知ったこっちゃねえから。なんか干渉してくんなよ、関わってくんなよ。関係ねえから、俺の生き方とお前の生き方。価値観が違うんだったら他見に行けよ。すげえか？ここはあくまで言ってるけど、俺の生き方とか応援してくれてる人とかよ、賛同してくれてる人がこんなにたくさんいるんだよ。で、お前にとっては100人少ねえかもしんねえよ。お前が集められるかどうかとして。お前が見てるよっさんとか金梅さんとかと比べてんだろうね。少ないかもしんないよ。でも俺にとっては、な、すげえ大切な100人なんだわ。数が少ねえとか多いとかいう問題じゃねえんだよ。俺が必死になってきて俺のこと応援してくれてる100人なんだよ。バカにすんじゃねえよ、春日。お前10人も集まんねえだろ。よっさんとか金梅さんは閲覧持ってるよ。で、よっさんが言うならわかる。金梅さんが言うならわかる。お前が言うのはどうなの？自分のこと棚に置きすぎなんじゃないの？何が愛の無知だよ。なあ。何にもしてねえじゃねえかよ。どこが愛なんだよ。その歪んだ愛とか言うのやめてくんね。金も払わねえ。気持ちもない。ただお前、冷やかしに来てるだけじゃん。相手にするわけねえだろ。バカだろ。お前。どこが愛なんだよ。だったらきついこと言っても未然に切ってよ。俺の生活守ってくれてる人の方が俺は大事だわ。チャンリーありがとう。ビキってるじゃねえよ。本当に。不快だよ、ただただ。こいつに何の権限があんだよ。俺の人生口出しする。関係ねえんだから。俺が収入が少なかろうが多かろうが。助けてくれるのか？こいつ。助けるわけねえじゃん。今現在助けてくれてる人には感謝するよ、俺とことん。
こいつが俺のこと助けてくれるどころか突き落とそうとしてんじゃん。蹴落とそうとしてんじゃん。どこが仲間だと思えんだよ、こんなやつの。関係ねえよ。ブロックはしない。そう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 、邪魔したいな。いいんだよ、もう一生会うことねえんだから、こんなやつと関わることもなければ会うこともない、すれ違うこともないわけだから、関係ねえやつなんだもん俺からしたら。俺は関係あると思ってくれてる人を、身近に考えてくれてる人のことだけ考えるよ。ありがとうヒゲジ、花火ありがとう。ビーズさんいらっしゃい、こんばんは。あー、歓迎率ね。うん、卵味噌いらっしゃい。サムネ変えちゃったんだ、もったいねえな。いや別に何もないよ、普段通り言いたいこと言ってるだけ。メアリーラブありがとう、風船。バガーありがとう、ビーズさん。結構ね、マイクはここだから、ピンマイクだから俺は音拾うよジョリ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 言うよ。ちょっと待ってね、充電どれくらいあるか見てくるわ。配信用のアイテム？ああ、結構金かかってる。50万ぐらいかな、配信周りは。うん、バッテリーだけで6万とかかけてるからね。あれな、2時に走ろうかな。2時。
トレーニングだね。やだな。走るのめっちゃやだわ。つれんだよな。なんで俺いい年して走んねえといけねえんだろう。ファイトだね。ありがとう。いや、ファイトだよ、本当に。なんで走ってんだろう。なんで走んなきゃいけねえんだろう。イヤホンしてる人が多いけど、あ、これはね、例えば BGM をこうやって、あ、オーラさんありがとうございます。こうしてるとさ、俺の声って聞こえづらいでしょ。で、ヘッドホンつけてないと音量のバランスがわかんないんだよ。これでさ、配信されたら嫌じゃない？いや、わど、ごめん、音量確認してくんないって思わない？どう？どう？うるせえよって。BGM でかすぎんだよ、バカ野郎って思うでしょ。要は、リスナーさんに聞こえてる音と、自分に聞こえてる音っていうのを、声、音量が割れてないかとか、今の BGM のボリュームのバランスがどうとか、そういうのを確認してんの、ここで。だから簡単に言うとね、なんて言うのかな。まあまあ、仕事上っていうか、自分の声聞いてんだよ。バランス取ってるだけ。例えばこう、あって。声がエコーかかってるかなとか。そうそうそう。へえ、仮想通貨ビットコインでヤクザも買えるからマネーロンダリングの温床になってるんだ。そのコメントね、多分ね、ピークに流行ってたの1年前だわ。今そんなコメント打つ人いるんだ。すげえな。ビットコインの話題なんか誰も気にしてないでしょ、今。へえってならないっていう。遅いよ。やろうっつって、ブルゾンチエミが流行ってるかどうか本当に分かんないから下手なコメント打てねえな。今流行ってんの？俺本当に分かんねえわ、ブルゾンチエミが流行ってるかどうか。テレビ見ねえからさ、俺の中では今ね、ガンダムが流行ってんの。ガンダムの一年戦争を見てる。お前も大概だろうって思うよ、うん、面白いね、ガンダムね。坊やだから、もう俺坊やだからさ、アムロに言ったセリフだと思ってたの。昨日初めて坊やだからさ理解できた。諸君、我々ザビケバーって、そう、あのシーンで使われるんだね、坊やだからさ。あれかっこよかったな、意外とさらっと言うんだなと思って。塩が足りなくなるアニメはそうそうない。何の話だ。すげえ面白かったな。一年戦争時のニュータイプ論はほぼ統合失調症を肯定的に捉えてた。いや、統合失調症ではないでしょ。それは歪んでるでしょ。ていうか、アムロ恋しすぎじゃない？なんか出会う人出会う人好きになってて、そこはどうなんだろうと思ったけどな。なんかこいつ誰でもいいんじゃねえかっていう、ただの童貞みたいな感じだったもんね。
マチルダさーんって言ってた。マチルダさんじゃねえよと思って、うん、ちょっと面白いんだよな。あ、キャラ立ちが半端ないよね。食料の塩が足りないって話。ああね、なんかね、 YouTube のね、なんか細切れになってるやつ見てるからね、そんなに深く分かんないんだよね。なんかざっくり YouTube で勉強してる。サイド3とかもだんだん分かってきたし、コロニー落としが何なのか分かってきた。コロニー落としってすごい技だよね。あのさ、コロニー落としの響きはもっとさ広まってよくない？パワーワードでしょ、コロニー落とし。コロニーを武器に変えるっていう発想力よ、うん、いやー、シャアかっこいいね。シャアアズナブル、シャアめちゃめちゃかっこいいじゃん。でもっていうかガンダムめちゃめちゃ面白いじゃん。すげえ好きだわ。あー、だからいや俺もねそれ考えたんだよ。 AI とか遠隔操作でいいんじゃないかって。でもやっぱり電波の通信とかでタイムラグが起こるから、そうすると搭乗パイロットの優位性って出ると思うの。プログラムでバーってやるにはラグがあるんだよやっぱり。それ配信やってるからわかるじゃん。そのラグをついた戦法とかもできるから、やっぱりねパイロット搭乗してるメリットっていうのは俺あると思うよ。赤い彗星とかめちゃめちゃかっこいいもんな。木馬って呼ばれてんのね、ホワイトベースのことね。ガンダム面白いわ。全部ちゃんと見てみたいな。鉄血のオルフェンズが初見だったからさ、俺さ、ガンダムは。パイロット AI を取り扱ったのがガンダムウィングなんだ。うん。00083ってハマーカーンが出てくるやつ。いや、やっぱファーストからちゃんと見たいね俺は。ファーストからなんか鉄血のオルフェンズ途中まで見たんだけど、あーガンダムってこんなもんかって感じだったんだけど、ファースト見たら全然面白くて、めちゃくちゃかっこいいじゃんと思って。アナベルガトー、ていうかガンダムって回収したザクを元に作ってるっていうのを知らなかったんだよね。ザクとは違うのだよ、ザクとは。グフ。ていうかザクのデザインはかっこいいよな。なんだろうね、敵っぽさ、ザクの。ザクいいよね。家の中にザクだらけにしたいもんね。なんかガンプラのザク戦隊作るまで寝れませんとかやってみたいよね。もう減らるんだろうね、うん、ファーストとゼータガンダムの間の物語なんだ。T シャツの背面のデザイン、はいはい、ちょっと待って、背面のデザインは
これかな、これじゃないな。あれないな。あ、ちょっと待ってね。完成図。これか。これ。こんな感じ。入ってますよ、うん、ん？ん？なんだこれ？なんだこれ？なんだこれ？なんだ？なんだこれ？操作が、こんな感じかな。こっち側ね。なんか気になった。これが背面。フクロウさんの名前？フクロウさん名前入れてる？フクロウさん名前入れてた？あ、ここだ。ここ。フクロウ。ここ。ここ。イチローさんの隣。ここ。フクロウって見えるかな？潰れてるけど。ここだね。フクロウさんここ。うん、ここここここにいるの分かる？見える？フクロウって。うん。あ、なんだこれ、バグってる。うん、表面はこれね。おい、マブヤいらっしゃい、オス。ランクインできなかったね。残念だけど。アイテム全然飛ばないよ。生活苦しい。助けて。
今日までだね、ポテチは。ダメだったね。45位だって。ちょっとひどいよな。そんなにダメな配信者かな。悲しくなるよね。いや、45位だよ。20位とかに入ってるんだったらまだしもさ、そんなさ、3グループ分けて43位って下から何番目だよって話でしょ。リスワン俺ね、ずーっと取ってたの。ふわっち始めてからね、10ヶ月連続取ってたのかな。でも、リスワンの仕組みが変わったタイミングで俺頭に来て、もう取らねえって言って、そっから一回も取ってない。取らないって宣言したから取ってない。もうリスワンゲームやめたんだよね。仕組みが変わってから。それ前ずっと取ってたよ、リスワンは。何月だったっけな？去年の9月ぐらいまで取ってたのかな？ずっと。そうだよ。もう自分から降りたの。リスワンは。仕組みは、まあリスワンってさ、昔は単純にリスナーさんのランキングを決めるっていう感じだったの。で、何が変わったかっていうと、男の日、女の日、ビギナーズデーって決めて、いや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 って、ビギナーもクソもないでしょって思って、女とレディースも分ける必要ないじゃんって、これってナンバーワン決める企画じゃなかったのっていうところで、俺はなんか憤りを感じて、で、その後になんかコラボ配信ばっかりやって増やす人が増えたのよ。なんかこう、なんつうんだろう、自分の仲間内を、まあ取れるんじゃないの、なんか自分の仲間内でこう一番にさせようみたいな。で、そういうなんか慣れ合いみたいな俺大っ嫌いで、ちょっと過去見てみようか、じゃあ。何月まで見れるんだろうね。昔からずっといたよ。何月だったかな？もう半年間ぐらいやってねえな。なんかもう、なんか単純に面白い人決めるんじゃなくて政治的なゲームに変わったから、ここにいるね。やっぱ10月。10月はここにいるでしょ？9月は？9月取れてなかったっけな。9月。9月は取れてない。じゃあ8月。8月ここにいるでしょ？ 8 月。で、ここにいるでしょ？ 4 月。6月は？ 6 月は取れてるでしょ？ここでしょ？ 6 月。5月はここにいるでしょ？ほら、2日目に取れてんじゃん。4月。あとは、3月は？ 3 月ここにいるでしょ？ 3 月。2月はここにいるでしょ？ずっと取ってたんだよ。1月は？ここにいるでしょ？しかも早めに取ってるのわかる？結構。で、12月はここにいるでしょ？去年の12月ここにいて。まあずっと取ってると思うよ。ここにもいるでしょ？で、10月は？10月は取ってないか。なあ、まあずっと取ってたよ。閲覧流すとかさ、全く関係ないじゃん。だからもう興味なくなっちゃったよ。リスワン取ってもなんか誇れないじゃん、そんなの。友達多いゲームなの？みたいな。だから俺はもう興味ない、リスワンは。本気出したら取れるだろうね。取ろうと思ったら取れるけど、今の仕組みでなんか取ろうと思わない。面白くないもん、こんなの。本当にナンバーワンで閲覧、純粋に配信者同士でやるんだったらいいけど、コラボ放送ばっかりじゃん。なんか興味ないよ。バカらしい。
だから新規取りゲームだから釣りタイトルとかばっかりじゃん。何が重大発表なのって思わない。何も重大発表じゃねえからな。どこがどう重大発表なのか教えてくれよっていう。そういうの嫌いなんだよ俺。そういうのはね、若いやつにもう任せればいいでしょ。リスワンとって何が変わるのっつったら何も変わんねえかんな。いや、なんか末永く見てくれる人とか本当に面白いと思ってるコアなファン作りたいのよ。普通に応援してくれる人。そう、とりあえず釣れればいいっていうか、まあだってリスワンってそういう仕組みだからね。新規いかに獲得するかゲームだから。嫌になっちゃってさ。こんなの配信の内容コツコツやってる人がバカらしいじゃん。そういうの嫌いなのね。俺はコツコツやりたいのよ。本当に応援してくれる人を大切にやっていきたいから。なんか新規騙してるみたいで嫌だよ。最終的に配信は長くやってて誠意持ってやってる人が勝つから、俺は長い目で見てるよ。10年、20年後。そう。コツコツやることが大事なの。閲覧バグってる、なんで？嘘。閲覧バグってるか？俺は別にそういう風に感じないけど。バグってる？ 100 人ぐらいじゃないの？変かな？治った？あ、俺の方狂ってなかったっすね。閲覧。発給会社員さんいらっしゃい。
水増しは、Chrome の、そういう追加する機能があって、アカウント。クッキーだかなんだか忘れちゃったけど、IP を増産するみたいな、そういう不正ツールがあるんだよね。でももう、それはプログラムでダメにしたらしいよ。水増しはできないようになってるはず、今。まあでもね、プログラマー同士の化かし合いだから、まあやってる人はやってるんだろうけど、俺はやってないね。やり方わかんないし。水増しで人増やしてもね、意味ないかんな。人と人とのコミュニケーションだと思ってるから、血が通った放送やりたいんだよね。メガホンの不正はもうだいぶ前の話だね。メガホンの不正は、それを使ってやってたんだよね。プログラム書ける人とかコード書ける人だったら余裕でできるんだよ。おやすみー、カズンさん。どうも、日曜日よろしくお願いします。また今から走りに行きますよ。やだなー、走りたくないなー。あ、カズンさん、ロードワークって5キロ32分って遅いっすか？時速9点、さっき測ったら9.3キロだったんですよね、時速。どれくらいで走るんだろう。遅いのかな、やっぱ。みんなもっと速く走るのかな。まあいいか。遅い。時速9.3キロ。俺の中ではマックスで走ってんだけどね。もっとピッチ上げないダメか。頑張るわ。1キロ6分以上かかってんのかな？ちょっと待って。5割る、5キロ割る32分は、違う、5、どうやって計算するんだ？ 32 分割る5は6.4分だね。1キロ6.4だから、6点半だとして、ちょっと遅いかな。アップダウンかなり激しい。山手通りを走ってるんだけど、アップダウンかなり激しくて、信号待ち込みで32分。かなり高低差あるよ。だからね、もう上り坂も下り坂もきついのよ。ストレートなコース走ろうと思えば走れるんだけど、街灯が少ないんだよね。街灯が少ないと配信見えないから、明るい通りが山手通りなんだよ。ああ、そうなんだ。今日も走るよ、これから。どうなんだろうね。走ったりするのって始めるまで億劫なのに終わった。サルモンキーさん、そう。すげえ最高の気分になるんだよね、走った後はね。ただ走る前がもう、嫌で嫌で嫌でしょうがないんだよね。どうしても慣れないんだよな。もう苦痛だよ、今の。あと30分後に走ると思うと。ただただ苦痛だよ、今。走った後はね、もう最高の気分なんだよ。なんでなんだろう、あれ。おかしいよね。日の出か。俺夜景見るのが好きだね、帰りに。帰りにパーッと夜景見ながら、こう、頑張ろうって。捨て頃、勝とうって。幸せホルモンが出るんだ。まあね、湧く、結構ね、応援して、みんな頑張れ頑張れって見に来てくれるんだけど、
申し訳ないよね、33歳のおっさんがただただ30分が走ってるだけの放送だから。みんな頑張れ頑張れって、ワド負けんな、止まるなって、みんな書いてくれんの。すげえ嬉しいよ。スポーツ何もやってないよ。もともとね、小児喘息持ってて、入院ずっと繰り返すような、ダメな子供だったから、長くないと思ってたらしいよ、母親、父親は。うん、だからもう運動自体、俺、ただね、妹とか弟とか、運動神経抜群にいいのよ。県大会とか出るのよ、妹とか弟は。で、親父はキックボクサーで、母親は中学のソフトボール大会、その全国優勝するキャッチャーだったりとか、多分なんだけど、運動神経はもともといい家系なの。ただ、そう、おじさんも相撲取りだし。だから、なんだろう。運動神経は必ずよく遺伝されてるはずだと思うよ。ただね、なんか俺はダメなんだよね。頑張れって言っても大丈夫ですか？ダメだよ。ダメだよ。あ、大丈夫、大丈夫。親父、キックボクサーっすよ。うん。なんだろう、日本ランク1位、フィリピンのチャンピオン、どこだっけ、フィリピンと韓国のチャンピオン取って、で世界大会とかもバンバン出てましたね。うん、頑張るにしますっつって、今日もあと25分後走りに行くよ。だから運動神経は絶対いいはずなんだよね、その血筋で言うなら。ただもう子供の頃から運動苦手だからさ、俺は。そうそう、タイでホームレス。いや、だから、ムエタイで修行で行って、要は、何回もムエタイに武者修行行くっつうか、第二の故郷の。それでパスポート盗まれて帰れなかったの。だから、タイでホームレスやったっつうのは、普通に旅行に行ったわけじゃなくて、ムエタイの修行で行ってんの。もう年に何回も行くのよ。ないね。
なんで話さない？いや、話してるけど、さっきから。何？何、田中？いや、話してるけど。いやいや、全然話してるよ。いや、コメントがなかったら話しようがないじゃん、だって。みんな、じーっと見てて何話せばいいんだよ。そう、コメント来たら返してるでしょ。どこがおかしいの？やってるじゃん。別に喋るだけが配信だと思ってないよ、本当に。いや、本当に何にも喋んなくても1万人見てくれんならそれもそれでコンテンツでしょ。100人がね、楽しんでんだから勝ちだろ。別に見て楽しんでんだから。琉球空手、俺やってたよ。剛柔流っていう空手はやってた。やってたっつっても小学生の時ちょろっと通ってて、白帯だけど、やってたに入らないと思うけど、習い事でね。だから空手も少し入ってるよ。だからすり足が身についちゃってるから、最初ボクシングの時に右ストレート前に足をすり替えちゃってて、最初戸惑ったね。ボクシングって基本的にこっから動かないから、空手ってこう前にこう動いていくの、すり足で。それを直すのが大変だったね。今でもたまに疲れると抜けなくなるけど。要は空手は1の攻撃でスイッチをするの、毎回。右と左に。不思議だよな。奥手で打つんだよな。よくよく考えると遅いよな。
マミさん、こんにちは。おっしゃ、そろそろ着替えかな。そろそろ着替えか。はいはい。よろしく。応援して。俺はおじさん今から走るよ。閲覧クソ落ちるんだよな。いや、今からね、ロードワークっすね。おじさんが走る枠。っていう枠。ここ、どこに需要があるんだよっていう。このコンテンツ。ハゲたおっさんが、ハゲた寄り目のおっさんが、ハーハーする枠。すっげえシュールだよ。やだな。準備すっか。結構面白いんだ。S だね。健康のためじゃない。格闘技。ステゴロっていうね、やつ。ノート PC じゃないよ、カー君。久しぶり。パソコン無理だよ。さすがにパソコン持って無理でしょ。無理無理無理。じゃあじゃあ、携帯。携帯持って30分走るっていう。だいたい32分ぐらいかかっちゃうんだけど。まあだいたいいつもは5分間ストレッチして、で走って、でまた今日も達成できなかった、あーってみんなで言って、でまあ15分20分ぐらいトークっていうのがいつもの流れ。まあ見に来るとわかるよ。本当にハー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 言ってるだけだから。笑うよね。そうそう、戦いのやつ。今から走りに行かないと。出産思い出す。 まあ出産は命がけだからね。いや、携帯持ってるのも結構変だよ。まあまあ、今からちょっと行くわ。ちょっと準備させて。よいしょ、着替えるわ。これいいよね、100円均一なんだよね。ネックレスとかメガネかけるのにちょうどいい。見てみます？ クッソシュールだよ。閲覧落ちるし。みんなで頑張れ頑張れっつって、頑張れ頑張れっつって おっさんが走ってるっていう 本当にクッソシュールな枠だけどね。何これって感じで、初見びっくりする。初見何これだよ。ポンちゃん。
はい、こんばんは、夏さん。よっしゃ、行きますか。OK、次役見に来る人手挙げで、じゃあ。次役見に来る人。次役見に来る人手挙げてください。多分ね、俺の放送見ながら寝ることは不可能だと思うよ。こいつ、はあ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 、うるせえよっていう。次役見に来る人、あ、結構いるかな。見てくれんの？いいね。おっさんがハーハーする枠見に来てくれんだ。じゃあ次役花火投げてくれる人手を挙げてください。はい、安定のゼロですね。じゃあ次役いきまーす。今起きたんだ。ロードワークワーク。へっつってうるせえわ。弊社に。じゃあ、皆さんお疲れ様です。次役いきます。お疲れちゃんどんご。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんねん、もう。